エクスカリバーズのオールナイトニッポン、オールナイトジャパン、いやオールナイトジャパンメンバーサブ、オールナイトエイジアメンバーサブメン、ベルモンテスタジオ、オールナイトニッペアスメンバーサブメン、取れてるね、取れてるちゃんと、ちゃんと取れてる、そうそう、一応今日ねデルがねマイクを買ったわけですよ、yeah. ちょっとね買ってみたね、ブランニューマイク、トノって書いてるね、そうだね、TONO、トノね。トノ、トノ、What's up, man? トノ、What's up? ニューマイク、ニューマイク、使うよ、man. We welcome you, man. Hey, we welcome you, man. ニューマイク、man. っていう感じでね。そう、あの、とりあえず、ちょっと久しぶりにね。はい、ラジオということの定義で始まりましたけど。はい。で、もともと会社名はエクスカリバーズ・レディオとかね。うん。あの、そうそう。えって、えっつって、何やってんすか、じゃあ、ラジオですけど、つって。エクスカリバーって何なんですかって言われたら主のそうラジオやってますよ、喋ること思ったある業種、そうそうそう会社名がエクスカリバーズ・ブレディオ、ラジオだからね、そうそう思ったある業種、ラジオ業ラジオ業、放送業です、そうそう放送業主にやってます、放送業営んでます、ラジオアクティベーションね、ラジオアクティブ・バッファーカーね、ザ・ウィー・ファッキン・ジャパンね、まあ今回ねレディエーション今回ね、ネメシスシリーズをね、はい、そうそう、あの、そう、ネメシス2、そう、ネメシスとはそもそも何ぞやと、うん、復讐って意味だから、復讐のね、そう、だからあの相棒シリーズみたいなノリで俺らはあの復讐シリーズっつってるからね、そうだね、復讐シリーズ第3弾最終章、ネメシス2 motherfucking 3ね、今日出しましたから、出しました、最終章、2部の3本目という。ね、いや2部じゃない、エクスカリバーズ2だから 2のネメシス2のネメシス2の3部作目だ、3部作目、そう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 、ね、あの、ね、2部作目の3作目とかじゃないから、はい、この間レップのラジオでこれなんて読むんですかって言われたからね、そうだ2の1です、そう2の1、そう、そう2の1それが一番シンプルです、ね、そうそう、でもあ のやっぱね、まっすぐな人はね、あのスラッシュ見ると2月1日って読むよね、ネメシス2月1日12月1日出してる、そう、そう2の1なんだけど、そう12月1日に出してるから、どっちなのみたいな話になるからね、2の2、2の3で、2の3を2の1に発売したからね、俺ら2月1日にね、分かりづらい、そうそう2の3を2の1に発売したから、分かりづらい、表記が分かりづらい、分かりづらい、そうそう文面上一緒だから、なんでスラッシュ言っちゃったんだろう、本日2スラッシュ1ね、ネメシス2スラッシュ1、そう2スラッシュ3、スリーでハイフンが良かったっすそんな感じでね、そう、まあでもね、あのそこはね、なんかね、なんだ意味じゃなくて、見た目でもなくて、やっぱあのスラッシュがかっこよかったんだよね、見た目じゃねえか、そう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 見た目じゃないですか、見た目だなこれ、あのね病気が ねあの邪教をね作ってくれたわけですよ、作ってくれたわけですよ、はい、で送ってきてくれて、うん、でああかっけーっつって、そうかっけーっつった時にスラッシュ最初に見た時トゥースラッシュトゥーわっさーみたいな、でまあ俺らは言った多分最初に病気に説明したの、うん、今回3部作でっつって、うん、あじゃあ3枚アルバムあの新しいの出すんですかっつったから、うん、そうだっつって、ネメシスの2の1、2の2、2の3っつったら、うん、えって言われてまず飲み込めなかったんだよね、あなるほどね、だってえアルバム出すって言って2、3、4とかだったら、ね、そう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 、ま だ, ね、だって3枚絵頼まれたから、うん、俺3枚書いてしか言ってなかったから3枚書いてってことは多分2、3、4みたいななんか新しいのが出る、そうと思う、まあまあそういうことなんだけど、まあ、そういうことなんだけど、だけど一応2の1、2の2、2の国の中で、そうそう2の1みたいな2の1、2の2、2の3みたいな、なんかそのマリオスタイル、そうマリオスタイル学園スタイルねでもねクラス名、そうそう何組あるからね、1組、2組、3組あるから、そうえって言われたんだよ、えって言われたね、そうどういうことですか、佐賀くんえってどういうことですか難しいね、なかなか説明するのはね、そうだね、まあ、俺も結構その、うん、なんだろう、もともとねっていう話から始めて1っていうのがありまして、ネメシス、そう36曲、うん、2015年、そうそうそう、1枚で出したネメシスっていうのがあって、はい、っていうかまあ病気もそのジャケ作ってんだよね、そうだね、煙のやつ作ってくれた、そうあれ作ってくれたやつあるじゃんっつって、うん、あれの2セカンド作ったからジャケ作ってっつったんだよね、はい、着手と、まあ、前回のかい、ね、煙がどうでバックになんとかっていうのは俺らもちょっとアイディアを言ったじゃん、いたこういうジャケみたいな、うん、いただからあのワンの煙のもうね病気がこう作ってて一個一個モコモコで、その後ろによく見ると骸骨があるんだよね、超いかつい骸骨って、しかも
知ってる人は知ってると思うんですけど、これ餃子の、うん、ね、あ、ね、和信さんの、そうそうそう、ニューヨーク時代からのね、先輩のパイセンの、そうそう、パイセンの阿佐ヶ谷の餃子屋、和信東京、和信東京のメニューになったからね。そう、メニューでネメシスっていうのを作って、ネメシスっていう、ネメシスってまずメニュー表を作ってくれて、そうだね、で、で餃子でこう水餃子、チーズ餃子みたいな、ちょっとポップになってきて、でエクスカリバスってあったんで、そうだ、あのちゃんとあのローマ字でね、ちゃんと正しいスペルで、あの餃子のメニューのエクスカリバス、そうメニューの柄がこう、その俺らのジャケの柄、ジャケの柄、ね、柄をこう伸ばしたりとかしてて、使ってる全部その色になってて、普段のねメニュー、うん、食べに行ったもんね。そうそう、でちなみにネメシス餃子はサワークリーム、サワークリーム、サワークリームと揚げ餃子、揚げ餃子に、そう普通の餃子に、あ、ね、サワークリームとエビかなんかを混ぜたやつを揚げ餃子にして、それをスイートチリで食うっていう餃子は結構うまい、ね、パンチが効いてた、パンチ効いてた、うまかったね。そうそう、やっぱサワークリームとスイートチリで相性いいからね。そうだね、そうなんだね。そう、あれうまかったね。うまかった、あれうまかった、あれいいのね、出したと思うんだよ中身は、ね、まあ今回ね、続編作りましたけど、どうですか。まだ中さんに詳細をまだ話してないっていうか、だからとりあえず3部作出し終わったから、出し終わったからね、全曲今度焼いて CD に、うん、で店でかけてもらいながら、あのアルバム出したんで、新しい餃子の、そうそうそう、餃子の、あのメニューとしてアイデアどうすか、そうちょっと1個持ってきたんですよ、なんか浮かびませんかと。そうで、そこで次の、うん、あの餃子の名前はあのラスボーイだから、そうねあのスペルでラスボーイ、俺の名前でいい、そうそう、やっぱアルバム出すから、出すからね、そうそう、だからラスボーイの、あのいやネメシス出したから、はい、ね、だけどジャケはネメシスいきますよ、あ、な、ぶっちゃけね、参加したから、そうそう、で、餃子名は、餃子名はラスボーイ、ラスボーイ、そうそうそう、あ、なんだ、一応エクスカリバーズっていうね餃子出したわけですよ、はい、そうですね、そうそう、でネメシスっていうのはまあ出したいけど、なんかね、そのまあね、そのまあいいんじゃないですか、復習どうでしょう。でもなんか俺的にはね、そうネメシス先か、じゃネメシスにしとこう、とりあえずは、まあ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 、そうね、でラスのアルバム、そうラスのアルバムのジャケットをやっぱラスボーイにショーは絶対にハマるから、はい、ね、そうですね、そう次の餃子はネメシス、来たいですね。ちなみに俺はね、あのからしレンコンが大好きなんですよ。ああ、そう、からしレンコンを餃子にぶち込んだらどうかと。ああ、刻んで、そう、ほうほう、刻んだからしレンコン、からしレンコンって何、九州の方のさ、隙間にからしが、黄色いからしが入っててさ、ああ、はい、そうそうそう、はいはいはい、うま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 い、酒に合う、チェクシで、それをこう細かく刻んだのに、エクスカリバス、いつもの餃子の、いつもの餃子が、でそれで食べるときはクラフトビール超飲める、飲める、あ、そうだね、でクラフトビールも合うやつを1個選んで、クラフトビール、うん、でタレは、うん、塩と酢かな、あ、酢いいっすね、今でさ塩と酢、なんつビネガー、そうそう、ビネガー、ビネガー、そう、お酢とね醤油となんとかで餃子はやっぱやるわけじゃん。そうだね、でも逆にさ塩と酢ってやったことなくない、ない、塩だけとかある、あるじゃん、うん、塩だけもあるし、あ、酢だけもあるわけ、ソルト&ビネガー、塩と酢、そうそう、俺は結構酢と胡椒が好きなんでね、酢塩、酢と胡椒を持って、胡椒、ね、酢と胡椒で俺餃子食うから、いつも柚子胡椒食うのどうですか。柚子胡椒はね、いや好き、大好き、あ、大好き、うまい、だけどあれね胡椒じゃないんだよね実はね、俺と同じ、あれ唐辛子なんだよね俺と同じテレビ見てんだろうさ、そう俺と同じテレビ見てる、見てる、見てる、そう、でついつい胡椒言われると俺はペッパーだと思っててさ、柚子ペッパー的に思ってたけど、実はペッパーじゃなくて唐辛子なんだ、あ、チリだから、ね、そう、柚子チリ、ね、そうそうそう、向こうの方言でね、方言、方言、方言なんだよね、そうそう、見てるね、見てる、見てるね、なんかやってたよね、そうそうそう、俺もだってずっと胡椒だと思って、胡椒だからこそのあのスパイシーみたいな、なんか胡椒寄りな考えで、うん、進行してだから俺は柚子胡椒大好きだから、うん、そうチリだったね、まあ、チリも大好きよ、もうシンガポールだ、もうむしろチリ大好物だけど、なんだろう、胡椒胡椒言ってたのにチリだったんかいっていう時のその価値観の引き戻し方が分かんなかったよね、難しいね、味の調整の仕方、もうだから舌がもうさ、ね、もう舌がチリって辛いじゃん、であるじゃんチリの味って、うん、でもどっちかっていうと柚子胡椒食ったらチリじゃなくて胡椒の雰囲気になってたもん、ね、俺は、うん、高まり方とかが、うん、だけどそのあとで今更胡椒は方言で実は唐辛子ですって言われても唐辛子だったんかいみたいな、確かに辛いとは思ってたよ、
確かに唐辛子を感じたよ俺遠くで。だけど俺の中ではもう唐辛子じゃなくて胡椒になってた。柚子胡椒先入観あの超辛いカレー食った時みたいな、超辛い時のカレーってチリの辛さよりも俺は胡椒の方になっちゃうんだよっていうぐらい胡椒に、ね、系統してたっていうまあねまあね、うん、胡椒に系統してたよ。何の話からそんなとこまで行ったんだろう。柚子胡椒、柚子胡椒で、そうそうそう、うん、めっちゃその時のなんだろうなショックが結構でかいかな。そういう気持ちでこのアルバムは作ったんですか。そうだね、なんかこれね、ブランデーとこれ、勝手に入ってくるんですよ。あ、また入ってた。これはもうなんだろう、ね、たまたまね、俺らのトークのタイミングとね、そのこいつらがランダムにハマる時にバーンハマってくるから、そうこれいつも出るからね、自分のタイミング思ったタイミングでね、勝手に巻き散らした、巻き散らしてるからね、自然とそこに会話がね、もしかしたらね、こう寄せられてる気がするんで、チェックしてほしい。これあれですから、誰も止める人いないためのようなものですから。そう、でも今のところ全然ね、効果がないですね。そうだね、ここぞとばかりに喋ってますね、バーン、バーン。でもなんだろうね、このやっぱなんだろう、どうですか久しぶりのラジオ。いや、やっぱいいよね、ブランニューマイク、はい、一応なんかもうラジオだからこそエクスカリバーズラジオにしたからね。我々ボリューム素晴らしい、いくつまで作ってたんだっけ。いやもうめちゃめちゃあるよ、めちゃめちゃ作ってたよね。30近くまで YouTube か、あのオフィシャルでちゃんと載せたやつは、まあ、40個50個ぐらいだけど、ラジオは多分めちゃめちゃあるね。めちゃめちゃあるよ、一番組1時間ちょいあるから。前になんか、ね、タワーレコードさんの特典で、うん、そうだね4時間分ぐらいなんか詰めたんでね。詰めた、うん、エクスカリバーズラジオの放送をね、特典にしたんだよね。特典にした CD のところ、いや DVD だ、 DVD 入らなかったから DVD、 DVD に MP3 で詰め込めるだけ詰め込んだんだ。めちゃめちゃ詰め込んだ、4時間分ぐらい、ブチブチすごいから、ブチブチ。あ、ちょっとね、それブチブチなんだよ。ブチブチは聞こえなくなったよ、俺のイヤホンは。ちょっと聞こえなくなった、また聞こえなくなった。そこね、あ、戻ってきたね。そこ調整するとね、ちょっと接触が悪いんだよね。今ね、めっちゃ戻ってきた。戻ってきた。あいつ、おじさんで戻ってきた。エクスカリバーズおじさんで、わさ。いいっすね。あ、いいっすね。マイクには最悪なんですけどね。すいませんでした。最近なんかね、タバコ事情が。やめましたよ。やめたわけじゃないけど、でも今も吸ってるけど、でもプルームテックにしてみたんでしょ。はい、水蒸気スタイル、テスコね、テスコシグーシーグームグーグーシーズグーシーズグーム。本当？でも全然タバコね、タバコも大好きだけど、タバコも大好きだけどプルームテック、テスコシーズグーム、シーファックグーメン、シーファックグー、What's up、アイコ、What up、アイコ、スパッサン、アイコ、そうそう、アイコ、I'm dead、アイコ、Yeah, it's kind of next shit to get a bitches, motherfucker, man、アイコ、スパッサン、fuck、アイコ、it's too bitch, man、too bitch, man、too bitch, man、still depend on the cigarette, man、yeah, still depend on him, man、yeah, don't forget, man、she never forget the cigarette, man、shit。プルームテック、テツコ、テツコ is the future、man. テツコ hate cigarette、man. Yeah. テツコ hate tall、man. Yeah. She doesn't like、man. She doesn't like the fucking smell、man. Smokers motherfucking you stinky、man. Motherfucker、yeah. Yeah. That's why she, I'm vaporized、man. Yeah, テツコ vaporize you、man. Vaporizer、man. What's up? Vape you up、man. テツコ vape you、man. Vape your ass、man. Vape you up、son. For real、man.ベイプライフ、ベイプライフ。いや、ベイプライフ、マン。あ、気をつけてくださいね。ワイン飲みながら。ライブオンダイレクトで。そうですね。What's up, man? だからやっぱりプルームテック、プルームテックいい。プルームテック、テックインよ。いい。インよ。インよ。インよ。もう吸っててね、全然楽。あのね、ラスがいいこと言ったのね、癖になるやつって。癖になるからね、あれはね。なんかね、あのミンティアみたいな、そうそうスーバージョン、そうガンガン行きたくなるミンティア、その他にはちょうどいい、そうそう、ガンガンは行くんだね、そうガンガン行きたくなる、止まらない、止まらない、むしろ止まらない、むしろ止まんない、ちょっと金はかかんじゃねえ、うん、スタイル、
金かかっちゃうんじゃねえかスタイルさ。460円でもういいとこ取り、純米大吟醸みたいなやつだからね。美味しいとこだけ削ってね、削って削って美味しいとこだけ、ね、悪いしない悪いしない、エンジゼルけどお高いんですよね。いやでもね、460円だね。あの本体は、いや本体4000円だけど、まあでもなんだろう、460円でまあいけるから悪くはない悪くない。そうそう、まあでもぶっちゃけなんか嗜好品だから、タバコとかってで、ついついさ安きゃいいみたいな思うじゃん。だけどさ、別に嗜好品だから別にある程度値段があって、その方がなんかこう無駄釣りしないし、まあ、贅沢品だと、なんか永遠にいけるもんだと思うと結構無駄打ちするから、永遠にね、なんか余裕ができちゃうじゃん。マイクに思いっきり思いっきりね、サーベルサーベルサーベル新買ったばっか。トーノマさん、man, I'm sorry, man. トーノマさん、yeah, I'm smoke too much, man. I'm sorry, man. Too much pick, man. そんな感じね。まあとりあえずね、お送りしてる、お送りしてる、次の曲聴いてください。はい。じゃあ、はい、今の曲、今の曲はね、はい、お送りしました。お送りし、どうだったの？あとメイン MC を、メイン MC をやってたラスはどうだったの？メイン MC。すごくやっぱり感情に訴えるところが。ああ、大事なとこだよね。そうだね、そうかもしんないね。すべてをひけらかして、はい、で、あけっぴろげに、おもんばかったおもんばかりながらね、おもんばかりながらね、そう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 、うん、おもんばかってたら、そう、おもんばかれる、おもんばかれる人ってやっぱいいと思うんだよね。おもんばかれる曲、そうそう、おもんばかれる曲っていいよ、おもんばかれるようになれる曲、そう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 、うん、で、押し量れ押し量りながら、そうそうそう、おもんばかれ、おもんばかれ、おもんばかることなかれ、おもんばかれ、おもんばかれことなかれ、おもんばかることなかれ、おもんばかることなかれ、君おもんばかることなかれ、おもんばかることなかれ、わっさーめー、わっさーめー、I feel you feel me? I save you Pape your life, man。いやまあね、とりあえずね、まあ出してみたけど、これからだよ、表面。そうだね、ちょっとね、ビデオとかも作っていこうと思ってるからね、はい、うん、徐々にね。そうだね、なんかね、結構ね、最近思ったんですよ。はい、なんかこう、若い時のね、人生っていうのは、うん、今はもう若いんだけど、記憶が薄れることばかりしてたんだよ。昔は分かる分かる、記憶薄いっていうか記憶ない、そう、記憶を、そう、記憶をなくしたいとかさ、そういう気持ちで生きてなくしたい思いがそう、なくしたい思いね、そう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 、消したい思いみたいな、消したい思いみたいな、ね、それがこう突っ走ってたわけですよ、うん、はい、それがこうね、徐々にこういい意味で年を取ると、はい、なんかそのそのモーメントを楽しむというか、噛み締めるというか、一瞬一瞬をね、一瞬をね、噛み締める、そう、噛み締める、噛み締めるちゃんそう、噛み締めるね、そう、噛み締めるちゃん可愛い、メルちゃん可愛いわ、メルちゃん、メルちゃんいいね、ワッサップ、ワッサップ、メルちゃん、ワッサップ、We got you back、ワッサップ、ワッサップ、メルちゃん、ワッサップ、I hope、まあね、わかるよ、わかるわかるわかる、そうね、Excaliburs、メルちゃん、おさんね、おさんね、おさんね、メルバイデン、メルバイデン、いや、毎日メルバイデン、やっぱメル出るメル持ってする、メル出るセル、全体全体ね、そうそうそう、やっぱりこうメル期を経て出るになってるから、出ればやっぱりね、メル出るね、セル出世を、そうそう、出世をで、来年はね、まあやっぱね、セルセル、あ、 iPhone ケースも作りましたね、 iPhone ケース作りました、ね、地味に作りましたね、チェックしたー、チェックしてください、おいくらなんでしょうか。まあなんか値段はいいね、いいんだけど、ぶっちゃけ表向き一応3号手出してるけど、うん、別に5000円出していいんだったら5000円出してくれても全然いいから、ね、それより低いのは受け賜ってないけど受け賜ってないけど、そこは受け賜るわけにはいかないから、なんだろう、ね、このデッキでこうやったら、う
いや2万出してもいいよみたいな、うん、っていう人がいたらそれはもちろん受けたまるからその心意気だよね。なんか別にあの公表するから、あ、この人はあの俺らの iPhone ケースを4万5000で買いましたみたいな、買ってくれました、そう、別に定価3500円だよ、発表はあると、そう、別にそうそう、オフィシャルであるから、あのやっぱなんぞ自分がどんだけブリッジ でどんだけパワフォーで、そう、どんだけその価値を分かってるかすげえやつかっていうのをアピールしたいブリッジがいるんだったら金払ってくれたら載せるから名前オフィシャルで、オフィシャルで、そうそう、アカウントから、そうそうそう、もうなんならもね、あのあのビットコインに近いから、そう、あのエクスカリバーズフォンケースっていう、そのね、ビットコインじゃないけどフォンケースに値段つけてもらう、値段がね動くからね、そう動くから、時価だ、時価だから別に3500円で今出してるよ一株。だけどね、あの急にね100万とか出してくれる人がいたら2万5000円とかに上がるから、ね、まあ、いきなり上がるからね、いきなり上がるから価値上がるから、ね、そう、買えなくなるから前より、そう、早めに買っといた方がいいかもしれない。そう、ビットコインと同じだよね。まあね、そうそう、1エクスカリバス、1エクスカリバス今3500円だけど、あの1エクスカリバスがエクスカリバスコインとか作っちゃう、そうそうそう、行こうよ、そしたら1エクスカリバス作れんじゃねえ、ね、でもね、やっぱね、俺あのマックス100万とか行くと誰も手出せなくなってするじゃん、 0.1 コインみたいな話になっちゃうじゃん、分割してっから、ね、あれちょっと分かりづらいじゃん。だから、ね、あのモデルとしてもやっぱ何コインとか 0. 何コインなしにしようと思うんだよね。最小単位は1エクスカリバス、そうそうそう、だから1エクスカリバスで一番高いのが10万エクスカリバス、うん、10万、1コイン10万以上上がらないっていうコイン、うん、あ、そういう感じ、そう、え、1エクスカリバス何円なの、1エクスカリバスが10万円最高、10万円の最高、ああ、なるほど、ね、うん、それを上限としてやるゲーム、ゲーム最低3500円、うん、最低3500円で最高10万円、その間でやり合うゲーム、今なんか価値つけて値段を上げる、じゃあ売ったりとかしてもいいんだ、いいよ、もちろんもちろん、ねえ、だって別に今ね130万で買いました、120万で売りました、うん、10万儲けました、うん、それはさ130万でも買える人だったらそうなるじゃん、そうなるね、で俺だったら多分 0.1 コインとかさ10万とか、まあ、0.00、 そうそうそう、だからその時のさ、ね、儲けなんてさ、うん、もう全然1万ぐらいしかないけど、10万あって、そうなる、でも10分の1だったね、そうそうそう、でもそれでも損も全然しないし、うん、なんだろう、月平均1人2万ぐらい儲かる、うん、2万ぐらい儲かるコインをやりたい。そうそう、小遣い稼ぎ的にね、だから負けても2万、勝っても2万、一番平均してて分かりやすくないねえ。その分す、ね、まあね、そう、ルールが超イージー、まあね、うん、勝てば2万、負ければ2万、行きましょう、行こうよ、行こう、これ多分ね、いい、これをついついでかくするじゃん、で10倍にしたらね、これが20万20万になるかって言ったらならないから、チェックしよう、もうその間もうすんげえ細かい、他のなんか15万より17万がいいとかいうことが出てきちゃうから、急にプレミアつけよう、そうそうそう、急にね、やっぱ倍になるから、プラブね、モアマニモアプログラムだ、急にね、急にね、じゃあエクスカリバスコインをやろうよ、やりましょうか、やってみましょうか、やろうと思います、やれると思います、はい、やれると思います、やべ、Let's go、 おっしゃー、サーベージ、サーベージ、サーベージ、はい、マッチ全部落としました、マッチ全部落としました、はい、品質特選、株式会社、株式会社、一等車のこのケツの桃みたいな、桃みたいなやつの PTA、 わさめ PT したろ、安全バーミヤン、バーミヤン、安全なんとかバーミヤン、バーミヤンシュ、 PT ローシュ、スタジオにね、ライターを置いてるとみんなだ、あの自分のだと思って持ってっちゃうんですよ、ちょっとこれそのまま置かしてもらっていい、ちょっと待って、拾ってよ、拾いたんだけど、今拾おうと思って下向こうと思ってちょっと気持ち悪い感じで、えぇ、プルルルルみたいな、下向くとプルルルルルルル、 Don't do not puke man、 え、もしかしてもうないの、ワイン、うわー、マジかよ、うわー、ほぼないわ、ワインまだこれ1本目ですよ、もう一本あるんですか、ない、すごい飲みますね、やっぱ赤ワイン1本ぐらいはね、もうこれは別にもうあれですよ、紳士のたしなみです、はいはい、あの5ミニと同じぐらいの量で、そうです、そうです、フィールドライター5ミニね、なあめ、5ミニ飲んだ時の感じじゃない、チョコラ BB とあれと赤ワイン1本がちょうど同じぐらいのテンション、テンション的に
接触が良くない。そうだね。まあところ時々切れるね。なんか ね、なんかあるんだよ。出るんとこも切れるよ、それ。あ、切れない。うん。切れない。こいつ切れるね。さっき、そこが、そこのね、あの延長してるから。なんか適当に音楽かけるの。まあ後でかけ、撮りながらかけれるでしょ。撮りながら。iTunes とか。あ、BGM ですね。そうそうそう。とりあえずネメシス3を。2の3を。一応そのための番宣ですから。2月1日出ましたね、ミセス2の3。ねえ。前田のね、日本全国のね、若手ラッパー。はい。ねえ。あ、ラッパーではなくてもいいけどね。If you feel, you know, if you wanna do music like us, man, come with us, man. Excalibur, man, Nemesis motherfucking 2/3, motherfucker. Yeah, man, just feel it, man.Everybody fucking dance, man. Turn up, man. Turn up, man. Then turn up the volume, man. Turn up the radio, man. Turn up the radio, more shit, man. It's time to like listen, motherfuckers. Come on, I'll have no touch, slam, yogo, she out. So, no, say, I demo, man, rub a tomony out. Mina, say, I decor, so, no, no, Tony, most rap.会話がなくなるね。でもまあでもロアもね最近また動き出してますから。ロアさんは。そうだね。あの元々ねあのエクスカリバーズ個人ソロプロデュース企画第一弾ロアだから。そうだね。あのデルがねいきなり連れてきたんですよ。ねロアが結構イケイケだったから。まあ今もそうだけど俺はこうトラックやりたいっつってよ。まあいいよいいよっつっててであれもやろうっつって。やっぱり、ね、ロアもセンスがいいから。俺らの中でも結構このトラックがやべえなっていうトラックをやりたがるんだよね。そうだったらもう今出しちゃおうとアルバム作っちゃおうと作ったね。この曲ももともとあれだからね、ロアのそのエスカレバープロデュースのやつに入ってるやつだね。リミックスだからね。そうそうそう、トラックが出るよねこれは。そうだね、うん、その時結構その俺らとね一緒に作ってるのもあるけどソロのやつも入れてたからね。リミックス、そうそう、ライトラック場合そう出る、まあね、アレンジもして俺がアレンジをしたいとか。 I can be ね、ニュースシェア山の大将は一人もいない。なぜならみんな外でファイチャリマイナーマイ。でもまた池袋もちょっと呼んでほしいよね。ライゼン、ね、ライゼン、かっこいいね。ね、まあ、ライゼンちがねすげえんだよ、超綺麗なんだよ、ね、そこでこうちょっとねみんなでこうチルしながらね、ワンちゃんいたね。そうそう、ライブ前に行くわけですよ。やばい、ね、いやまあやっぱねあの ITB いいよ、大好きですよ、ね、ベッドにねどんだけお世話になったから。Red the smoke part high. My name is Lux. Ninja, ninja. Green alien. Yeah, we stack cash to the merge. Roll up, son. Let's go roll up, man. Roll up, roll up, man. Last boy bass, man.ね、横浜セリバラーね、ロンキーバスアーね、いやロンキーもね出してますよ、ね、いいよ面白いよ、ね、タークマンもいいよ、ね、横浜グッシュね、いい感じになってる ねサイプレスさんね頑張ってますよ。まあでも、ね、やっぱねあの曲をねあのサイプレスさんも欲しいぞ。サイプレスって分かんない、ね、年がどんなかどんなか分かんないから変わんないでもまあグッガイな、グッガイ、いい人いいやつね、しゃべって感じすげえいい感じだと思う。ねえ、Feel the same vibe ね。まあでもね、あの次まあ次ね、そう、エレメンシス出しましたで、一応俺のね、次のソロアルバムあの全曲プロデュースバイデルモンテね、一つの物語みたいなのをちょっと作ってみたけどね、That's good I think it's good, man、夜の会社、朝聞いてくれるサバで、その後にあのラスボーイのソロで、エクスカリバースの 11-2 出るから、ね、はい、で、あとその後インスト集出そうと思ってるから、まあいろいろあるそう、あのね、今年はあの毎月1日アルバム出してるから、次3月1日出るんだね。出ます。出るんですか、出すんですか。出ましょう、出しましょう。あのデルトの曲
あれをね、もう全曲前も言ったけど1週間最初限定フリーで出そうかと。最初にジャケット着たから1週間後はもちろん販売するよ。別にそれで聴いてくれるのはそれでいいけどね。でもさ、次につなげたいのもあるけど、多くの人に聴いてほしいっていうのは実はあれだから、 F ワーズとかファックとか言って、本当にね、物語ですよ。絵本を読んでるだけですから。そうですね、はい、3秒コンピュータ、その後にじゃあサガのね、とバーサーゲインっていうっていうテンションで作ってますから、朗読してる感じだ、はい、別に曲を売って加入しなくても成功できるよ、ね、まあ、いろんな人に知ってもらえる、チャンスワーク、センシェル、Yeah, he good They gon' make it too、yeah. Mine came after us, man、mm-hmm. yeah. Money and matter, man、mm-hmm. yeah. If you wanna get money, man, then like you gotta forget about fucking money, man。When you fucking forget about the money, then like your people got you and the money came to you, so、mm-hmm. Yeah, man, music with that, man、right. Yeah, man, keep staying、mm-hmm. Keep focus on it, man、mm-hmm. Yeah, keep what's up, man, crazy, keep what? Yeah, burner a plane on that wacky tabacky up up and away。Life is good, man. Good shit, man. いや、これいいよね。これね、出るトラック作ってるんだけど、まあ良かったよ。デュードだね。まあこれ俺とデリー、まだね、スタジオが夜のね時代だね。そのいろんなものが入ってますよ。もう酒だけじゃん、もうね、酒 We everything in my pocket and me everything and we take everything ね。はいはいね。It's fine, man. Everybody fuck your shit. No, man, wife is go back that shit, man. We're fucking high, motherfucker. Yeah, man, wife is good, man. I don't give a fuck, man. Yeah, yeah, 妄想禁止用語 We don't give a fuck, fuck.Yeah, it's a fucking new shit, right? Yeah, Excalibur. Everybody go rock the fucking shit. モデルがね、カットしてカットしていってますけどね。エスカリバス。いや別にね、デルがね、ハイとか言ってないからね、俺がハイかどうかなねえ、ファイね。いや、ハイだって別にね、もうナチュラルでも何でも I don't give a fuck。 That's gonna roll up, heat roll up the rave, right? I Flow jam, man.仲間が消えない、人が戻りでもない元通り増える CO2 の量、その旅を通し、やっぱいいよ、いいよ。そうそう、いろんなラッパー出るけど、やっぱね、その
バランス感がね最高やな。プロジャーのチョイおしゃれ、おしゃれっていうかいいよね。肩の力抜けやすくて食うのね。大人のヘッパー、いや大人マジで大人すごい行くよね。Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. この先は光か闇か未来はないか、一人もそれほど嫌いじゃないが、ニューデイニューウェイ求めてプレイ、まだムービーこの音で進め、ライト灯る地下道、ナオリがそう10年後の俺調子はどう、クソなしがらみなんかいらない、俺ら変われないこんなに。まあ、とりあえずあとね7曲ぐらいあるからね、本当はね7曲ぐらいあるからね。 Yes、 10曲が3発ある。3発ある30曲あるね。クリス・ブリスン・デ・パック、ニュー・エラ・ニュー・シェイね。 iTunes、Apple Music、Spotify、いろんな配信、大事な信じがたい事実が待ち話、信じる今までの道、光つかまえる時代になりました。こんな感じだからね、はい。まあ、とりあえず今日はね、Excalibur's Volume、 Excalibur's Radio Volume、 多分ね、48 or something。 そんなに？ Yes。 42? マジで？ I don't know man。 43 there。 最後まで進み続けるだけ。 Cause every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Every time I step to the microphone, I put my soul on to read. I don't even know. Excalibur's.